こんにちは、鳥取ぽかぽか温泉の田中と申します。今日はたくさんのお客様ありがとうございます。7月19日をもちまして、先ほどありましたけども2周年という形になりました。これも一人のお客様のおかげだと思っております。どうもありがとうございます。2年は経ちましたけども、案内まだ綺麗だ綺麗だと言っていただいているうちは ありがたく思ってますが、この綺麗さを維持できるようにスタッフ一同頑張ってまいりますので、今後ともまたここがいかんじゃないかとか厳しい意見もお待ちしてます。どんどん声させていただけたら幸いですので、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。本日は鳥取ぽかぽか温泉2周年ということで、ね、おめでとうございます。はい、会長をさせていただいてます福田と申します。よろしくお願いします。そしてはい、スタジオの挨拶させてもらった北浦です。ロウリュウがですね、去年5月ぐらいから始めましてですね、1年以上経ったんですけども、簡単に説明しますと、焼けたサウナの石にですね、蒸気を発生させるということで、その蒸気に、アロマの香りを寝てですね、熱風とその熱波を浴びていただく途中、仰いだりとかですね、サウナ室でこうちょっと過激な仰ぎをねやってますんで、それをね行っているのはロウリュウというのがあります。で実際ですね、会長が今からしますんで、楽しく見ていただけたらと思います。ちょっとこんな感じかなっていうのをちょっとやってみますんで、ね、はい、ちょっと、浴びてみてください。はい、掛け声いきますか。はい、わっしょいって言ったらわっしょいって言ってください。で、ポカポカって言ったら温泉って言ってもらったら、それで大きい声出してもらってね、ストレス発散も兼ねてロールやっていきます。でいきましょうか。はい、はい、じゃ手拍子からお願いします。はい、できますね。せーの、始めます。わっしょい、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 ぽかぽか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 、風を浴びるのがですね、どうなるかっていうことで、一度もしよかったら試してやってください。はい、以上でロールのリアル終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。じゃあ、先ほども黄昏ピーチクカーチクさんの演奏、本当に元気をもらいましたね。なんかもうこの流れによって、私も皆さんにちょっとでもパワーとか癒しを与えれたらなと思っていますので、短い間ですけどもどうぞよろしくお願いします。
今日は本当にありがとうございました。